皆様こんにちは。コロナ禍の中いかがお過ごしですか。今日も素敵なゲストさんをお迎えしてジャイサさんと楽しいお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日のゲスト様です。皆様約1年分になりますね。そうですホリデージャパンの草部志郎です。よろしくお願い申し上げます。皆様こんにちは。アスカレコーズの小谷浩二郎と申します。約1年ぶりに出させていただきました。よろしくお願いいたします。はい、約1年ぶりに出させていただいて本当に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、はい、ジャサさんもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや今日は嬉しいです、ね、久しぶりというよりも、まあ、舞台ではね、はい、あのお目にかかっておりましたね。そうですね、ジャザさんの、ね、このライブ、はい、スタジオでは久しぶりでございまして、そうです、もう大変ですよね、はい、暑くてそれよりもあのこの度ね、この中の中で、はい、まあ、皆さんね、はい、もうキャンペーンもできなくて、うん、そうですね、なんですけど、その中でね、はい、新曲を出されてね、はい、北の桟橋、はい、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。素敵でした。今日も、ね、あのあたまたま小谷さんのね、はい、お家に泊まらせていただきまして、はい、朝テレビつけましたらね、はい、プレミアムでサンテレビのKさんが流れておりましてね、普段、ね、お気が悪いんですけどね、はい、なんか心地よくね、はい、目が覚めましてね、素敵でしたよありがとうございます、はい、今日皆さんごめんなさいね、あの名誉の負傷しましてマスクで失礼いたします。お許しください。何かね、うん、あれでしょ、で、ね、顔面神経痛、ね、はい、なさってね、はい、ね、はい、まあすぐ治ると思いますけどね、うんうんうん、はい、小谷ちゃん、はい、どうもどうもキリさんね、はい、本当におめでとうございます。いや、ありがとうございます。新曲、はい、北の桟橋、はい、A 曲なんですよね、あれ、はい、ヒット狙っておりますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。サンテレビのね、はい、あれプレミアム、あ、そうです、毎週見て、はい、録画もやらせていただいてますんで、本当ですか？また見やしていただきます。ありがとうございます。先週もなんかね、そうですね、やられてましたよね。はいはいはい、しばらく見てます。流れると思います。ね、はい、頑張ってくださいね。はい、コロナ禍しますんで、コロナでね、なかなか、回っていかれないんですけどね、はい、まあ、頑張ってください。はい、私も頑張ります。でもね、僕はあの、うん、そう言いながらね、うん、あの奈良でね、キャンペーンしたりよく聞いておりますよ、うん、Kさん。いやいや、それはちょっと前じゃないですか。そうですか。はい、はい、なんかね、あの、うん、杉浦さんからお聞きしましてね、はい、Kさんもいらっしゃったよ、高谷さんもいらっしゃった。あ、今日ね、そこの写真家の高谷さん。そうです、ね。また高谷さんとのね、はい、失敗談もありますね、私、はい、また後ほど。失敗談聞かせてください。はい、この頃の近況とかちょっとお二人のね、お聞かせください。そうですね、まあ、コロナ禍でね、うん、まあね、うん、もう何回も同じこと言うて申し訳ないんですが、うん、キャンプもできなくてね、うん、まあ、新曲といえど、うん、もう2年経つんですが、うん、でもでね、自分ではなんか燃え尽きてないんですね、うん、だから不完全燃焼、不完全燃焼、はい、でもそれはね、うん、私のことだ、だけじゃなくて、うん、世界中ね、うん、そうですからね、うん、それはね、もう、うんうん、自分でこれは仕方ないと思ってますが、うん、まあ、新曲としてね、うん、あの2年経ちますが、うん、これからもね、うん、コロナが収束しましたら、はい、このまあ、これ後で聞いていただくんですが、まあ、おもれびね、はい、頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。早速あの志郎さんのおもれび聞きたいです。おもれびね、うん、タイトルはね、うん、ちょっとね、うん、おもれびってちょっとね、うん、前も言ったかもしれませんけど、うん、あの埋もれるって言葉ね、うん、埋もれる、ちょっとね、なんか嫌なんですが、うん、でもそこからちょっと花が開くというね、はい、感じでね、はい、あのなっておりますんでね、はい、兆しのいい歌でございますので、ね、はい、聞いてください、はい、草部志郎さんの漏れ日お聞きください。人よ帰りで
燃え尽きて灰になるのと決めたのに埋めた恋です今朝はお立ちのあの人にすがる好きたい雪の宿抱かれて知りました肌の隙間の定め風埋めた恋です電車が来ないように窓の吹雪が舞い上がる埋めた恋です色っぽいのね、うん、歌うと努力したんでね、その回がありましたね。やっぱりね。あのこの埋もれ日、はい、もう一つの読み方があるんですよ。え、はいはい。あの、うずみみ。え？うずみび。うずみみ。うずみうずみび。え？ねえ、いいでしょ、これ。それどういう意味ですか？なんか埋もれるをね、うずみって言うんですよね。ああ、なるほど。うんうん、だから、江戸時代にね、そう呼ばれてそうで。あ、そうなの、うん。なんかいいね。いいですね。かなんか、あ、それはね、まあ、椿の名前にね、うずみってついてるんですけどね。まあ、それはまた別として、まあ、うずみびの方が綺麗ですよね。うん、すごくなんかいい、響きがいいですね。でも言いにくいからね。コロナなかったらギットやる曲ね。
コロナのためにダメでしょ。まあそういうことでね、またどしどしまたキャンペーンも行きますんで、皆さんその時は応援のほどよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。小谷ちゃんの歌も聞きたいです。小谷ちゃん、ありがとうございます。俺はお前を離さない、はい、俺はお前を離さない、これもう2年ぐらいになりますね。もう2年なんですけどね、うん、でもすごくこの歌も流行ってますね。流行ってます、皆さんね。結構これ言えばね、小谷ちゃん、いつも怒るんですが、皆さん簡単ですからね、また言ってくださいね。簡単なほど難しいことないですよ。ごまかし焼きがないですよ、ね、いやいや、歌いやすいっていうのは本当に一番いいと思います。誰でも歌って、ひばりさんもずっと人が出なくてね、うん、俺はお前に惚れた、うん、あれがね、はい、簡単だからみんなヒットしたんですよね、うん、だから簡単ですよ。あ、コロナがなかったからね。あれも俺がついてるからいいわ。あ、俺ね、うん、そう、うん、俺はお前を離さない、ね、小谷さんの歌聞いてみましょうか、はい、よろしくお願いします。Oh my.
もありがとうございました。いや改めて聞くといい声ですね。甘い声です ね、 甘い 声、 甘い声ありがとうございます。三河健一ね、顔見て鶴田浩二言われたね。声がね、鶴田浩二さん似てるねって言われたりね、うん、するんですけどね、 あ、 まあ、あんまり自分で褒めないでください。顔が違う。さちこさん、はい、あのお二人のね、はい、マネージャーされててね、何かありますか感想。今ね、お仕事コロナ禍の中でキャンセルがすごい相次いでるんですけど、いつもあのイベントがあるときはついていかさせてもらってるんですけど、うんうんうん、あのまたお仕事が何かあれば、うん、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってますのでよろしくお願いいたします。ね、あのこういうね若いマネージャーっていいですね。ね、なんかいいですよ。うん、あのもっと仕事を取ってきてください。ね、仕事取ってこれないんでね。あ、今は厳しいしようかなと思ってます。でも今はちょっとどなたもね難しいですよね。休んでおられますしね。そうですね。ね、うん、あんまり休みすぎてね、うん、これの調子が悪くなりましてね。やっぱりね、常日頃やっぱり歌わなきゃダメですね。そうですね。それから、うん、あのお二人のね、今まで活動されていたのちょっと何かありましたら教えてください。お写真でもありましたら見せてください。まあ、そうですね、うん。あ、そういえば写真なんか、うん、あ、これはこれ急に出ましたね。これは過去の話なんですけどね。うん、これはね、はい、あの、うん、別に見せつけようと思って見せるんじゃないですよ。はい、こちらは、はい、日本舞踊をしてるもんでね、はい、あの、はい、こういう時期もあったいことで。山本涼さんの舞台で、こちらの綺麗な方どなたですか。これは僕ちゃんです。え、シロです。草笛シロですけどね。そうなの、はい、全然お嬢時代ですね、うん、お嬢という名前でね活動してたんですが、はいはい、あ、美空ひばりちゃんのお嬢から、ひばりさんの歌を歌ってたからね、はい、そう呼ばれたんですけど、はい、すごい綺麗、綺麗。これはあのジョージさんの、うん、あの奈良文化会館でね、うん、あのコンサートでね、うん、どうしてもあの踊ってきたいということで、はい、私横で踊らせていただきました、ね、そうなんや、すごく素敵、楽しい思い出がございます。ありがとうございました。ジョージさん、ジョージさん、はい、はいはい、次なんか、あ、これはまたね、はい、一番最後に持ってこう思ったんだけど、はい、まあ、今ね、はい、忘れてはダメですから、はい、11月27日これ9月本来はね、はい、12日にね、うん、これもキャンセルになりましたのか、 あ、そうなんだ、ね、うん、米沢秀和さん、はいはい、増山さん の、 あのお兄さん、お兄さんでございますけどね、はいはい、あのまた伸びまして、うん、京都で11月27日にね、うん、私も小谷さんも出ますんで、あ、11月27、はい、もしよかったら皆さんチケットもございますんでお声かけてください。楽しみです ね、 ね、うん、あ、これもね、うん、ちょっと思い出の一つとしてね、はい、今は亡き私の最も尊敬する船村徹先生の、はい、曲をいただきましてね、はい、奈良であのディナーショーをしましてね、はい、これ生演奏で、はい、これ横にちょっと立ってるのが私でございましてね、こちらの真ん中のこと方が浦和先生ですね、伴奏されてるんですか。そうなんです、はい、ギターを弾いてくださいましてね、はいはい、まあ、あの船村先生の楽団の方がね、はい、斉藤先生もね、ギターの、ね、あ、斉藤勲先生、有名な方ですね。はい、まあ、すごい。私のこのレコーディングでね、はいはい、皆さん立ち会ってくださいましてね。はいはい。本当にこれ。私の時も斉藤先生ギター弾いてくださいました。そうですか。うんうん。まあ、東京でね、来た時に、はい。これもいい思い出といった、うん、あれなんですが、はい、悲しいね、一枚の写真になりましたけどね。でも思い出の、でもいい、そうですね、いい写真やん。そうですね。うんうん、まあ、これを見てね、うん、あの励みにしております。うん、あ、なるほど。先生、ありがとうございました。はい。はい、あ、これはつい最近ですね。最近ですね。ね、あのキエさんと、そうですね。はい。これまあ主に私と、はいはい、はい、小谷は、はい、平方、平方ね、平方の、はい、あの野上さんのね、そうですね、ショーでね、はい、呼ばれて、はい、そうで、つい最近、そうですね、暑い中ね、うん、でも楽しかったね。キエさんも綺麗に送ってますやん。うん、いや、ありがとう。私たち3人寄ったら楽しいね、なんかね。楽しいですね。うん、うん、トリオでね。トリオでね。あ、さきちゃんが撮ってくださったんですよ、この写真。あ、そうだった、そうだった。そうだね、さきちゃん。マネージャーで撮ったわけね。これはね、これは後で後で。後でね。はい。まあ、こういう写真。はい。そして次行きましょう。はい。あ、これもまた。ねえ。懐かしい。まあ、今仕事ないもんで、過去の写真ばっかりになりますが、
まあ、小谷さんと私とラコさん、それでも何と言っても大御所の加賀美五郎先輩、そして大林浩司さんね、はい、京都お住まいの、はい、これは鹿児島ですか、これ鹿児島公園でしたね、鹿児島公園ですよね、肝付町、肝付町でね、会館歌わせていただきまして、これもコロナ禍でね、私たちもう会場アルコールで拭きましてね、そういう思い出が残っておりますが、これもね、加賀美五郎さんも本当にお世話になりまして、はい、今ちょっと腰痛でね、私も腰痛なんですがね、はい、ちょっと大変な時期だそうですけど、早くね、なると祈っております。そうですね、早く治ってくださったらいいですね。ね、はい、加賀美さんもね、心臓出されてますね。いろいろありがとうございました。はい、やっぱりいろいろ活躍なさって、草笛さん、歌手になられたきっかけがね、きっかけはこの前も言ったと思うんですが、はい、やはり私も大尊敬申し上げておりますね、美空ひばりさんの歌、はい、うん、それで乱れ髪、はい、もうそれ以外にも好きな歌がたくさんあるんですがね、はい、まあ、今は若い方は乱れ髪知らない人もいないですよね、はい、愛さんさん、川田長美さん、その乱れ髪でね、はい、ちょっと東京の方で、うん、これはひばりさんのひばり&スカイ、楽団の方もね、はい、なんていうかな、コンテストでね、はい、ご子息の加藤哲也さんのご子息、加藤和也さんの、はい、も含めてね、そういうひばりさんの歌で大会がございまして、私グランプリいただきましてね、すごい、でそれでその資料を探して、私ね、もうトロフィーなんか掘っちゃうタイプなんですよ、はいはいはい、それで一枚ポロンとね、ちょっと CD が出てきましたもんでね、はい、そのちょっと音源がございましたのでね、その時歌った乱れ髪をね、それぜひ聞かせてください、聞きたいね、小谷さん、そうですね、聞きたいです。ジェダさん、そこに何か乱れ髪、それちょっと、はい、ちょっとワンフレーズでもかけていただけますか、すいません、草笛さんが優勝なさった時の、これはまだ若い時ですからね、声が、はい、すごく出た時です。そしてひばりさんのキーで歌っておりますもんでね、ちょっとファルセットがね、はい、だいぶ入ってますが、はい、まあ、聞いてください、はい、お聞きください。お客様のご支援をいただいております。歌が人であり、人が歌を感じさせる、それがいつまでも心に残る名曲と申せましょうか。ここに昭和を語る歌があります。乱れ髪、大きなご支援で。髪乱れて親が赤い毛出し小谷ちゃん、ね、すごいでした。出ないですね、出ないです、出ないです。いや、まあ、私の得意技といえば得意技なのか知らないけどね。、はい、あんまりファルセットを使うとね、嫌がる人もいますけど、はい、まあ、それは言ったらね、自分の個性がなくなりますんで、まあ、それもそうなんですけどね、私はひばりさんに対してはもう毎年毎年ここに思いがありますけど、今年特にひばりさんの33回忌でね、33回この歌をかけた意味もあるんじゃないかと思ってね、今
聞きながらそう考えておりました、はい、なるほど、本当に岩出さんありがとうございました。そうなん、33回忌なのか早いですね、早いですね、はい、うん、この前のように感じるわ私、いくつでしたその時は。その時はちょっと計算できないけど、ひばりちゃんの年は分かる、52人でしょ、52歳だね、亡くなられた、うんうん、でも皆さんこの3人ね、ひばりさんの年を超えてますからね、いかに若い時にねまだ行ってないって亡くなられたかと思ってまだ行ってないんじゃないですか、えとっくに住んでありました、私はね。でも正直な方です、はい、ねえ、もうひばりさん52歳、はい、でもその時はね、うん、52歳、うん、別にね若くも感じなかったんですよ、うん、いやすごい、でも今考えると52歳ってね、すごく若い、まだね、うん、青年からちょっと年取った感じですよね、うん、そうです、だから、ね、いかにしてね、うん、だから、うん、映像を見てもね、うん、やはりお綺麗ですよね、うん、さんね、そうです、今50人いたらね、今やったらもう青年みたいなもんですもん、そうです、そうです、昔だったらね、人生わずかなんとか言ってましたけどね、そうです、そうです、でもそれだけ長くひばりさんは活躍されたからね、うんうん、まだ運歳で独身の子もいますからね、うん、そうでした、さ、あの前も言いましたけど、皆さんよろしくね、さっちゃん、お楽しみですよ、いらっしゃい、あのひばりさんご存知です、はい、知ってます、はい、知ってます、ひばりちゃんの歌歌う、はい、ひばりちゃんの歌、ね、あの僕のやっぱりライブとかね、うん、はい、聞いてるもんでね、はい、この子にすぐ感化されやすいんですよ、あ、そうなの、自分も歌えると思ってねいいだけでもね、いいだけ、うん、やっぱ歌ってたらね、すっごいそのものの上手なんでね、はいはいはい、だんだんね、うん、あ、やるなって感じでね、あ、でもさしこさんは今歌のね練習されてるから何でもできるんじゃないですか、うんうんうん、ね、関東一円とかいうで歌ってますね、うん、ええー、あの関東一円、春雨がさんね、はい、大好きです、まあ、あのこの前言いましたね、川口哲也さんのね、はい、あのお店でちょっと勤めながら、はい、あの、はい、まあ勉強といえばね、うん、まあ、レッスンはね、はい、いただいていないんですが、うんうんうん、人のね、うん、歌を聞いて勉強している状態で、うん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 、でも川口哲也さんのお店もね、うん、コロナでね、うん、今閉めてるんでしょ、はい、あ、そうなんですね、だからもう暇なんです、この子、お仕事が、はいはい、だからね、まあお仕事が済みましたらね、はい、また歌をね、あ、はい、皆さん歌いましたね、はいはいはい、また、あの、絵を見せるんですからね、はい、佐藤さん、聞かせてください、また行きます、はい、行きます、披露お店なんですよ、あ、ほんと、本当、ほんで、小谷さんもの近々教えてください。そうですね、今言うのコロナでね、はい、全く仕事がないんですよね、うん、ただ、うんうん、これから行くんやったらネットテレビ今日なんかねありがたいですよ、うん、はい、ジャジャさんとかキエさんのおかげでね、はいはい、こういうテレビに出していただくのがね、うんうん、だからこれからもネットテレビ、ネットラジオに、うん、力入れて行きたいと思ってるんですよね、うん、はい、あ、そうですか、明日は、明日はね、はい、京都テレビ、あ、はい、そうそう、明日は京都テレビね、うん、2人出るんですよね、うん、2人でちょっと僕に喋らせて、どうぞ先輩、任せた、タイトルなんだっけ、うたたび、うたたび今日の夜、あの明日ね、あのテレビ録画して、うんうん、次の日にすぐ放映なんですよ、早いですね、はいはい、だから月曜日ね、京都テレビ映られる方は、え、時間教えて、12時夜中、あ、夜中月曜日の0時30分からです、だからあの録画なさってね、録画なさって、録画なさってゆっくり見てくださいね、うん、見てくださいね、うん、よろしくお願いいたします、うん、お願いします、うん、そういうことでね、うん、まだあの9月20日にはね、そうですね、もう皆さんザザザザザ、キエさんと、あ、そうでしたね、ありましたね、ザザね、早瀬健さんのね、はい、舞台で、まあ、同窓になります。ザザ、はい、はい、はい。昔の中座、その後なんですけどね。あ、そうですね、うん、ザザ、三部、うん、私たち三部でしたね。ええ、ね、夕方の部ですけど。三部に出ますんでね、うん、皆さんまたよかったら、よかったらお越しくださいませ。よろしくお願いします。うん、はい。ね。みんな草部さんに取られたんで言うのがなくなってきました。あ、なんでですか。あ、そうですか。あのよくお二人ねご一緒であの活躍なさってるから被りますもんね、そうですね、活躍の場面が、ね、ザザもご一緒だし、ね、テレビもご一緒だし、そうです ね、だからね、それはあの、うん、被るよりもね、うん、僕に責任があるんですよ。あら、どういうわけですか。小谷ちゃんはこの世界にね誘ったのも僕ですからね、はい、あ、はい、やっぱりね、はい、うん、
CD1 枚でも売っていただきたい、はい、もう自分の CD は良すぎるいいですからね、やっぱりそういう気持ちなんですよ。なるほどなるほど、うん、本当ですかそれは。いや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 強い味方がやっぱりね、いい方がおられて小谷さん幸せですね、それは絶対に、うん、楽しい寄席送っていただきたいからね何でもないですよそんなことないですけどね、まあ、そういう感じでね、習いたってね、うん、やっぱり土佐部さんファンもよく言ってますけどね。そうです、おこぼれをいただいてるんですよ。あ、私一緒の時いつも思うんですけどね、舞踊の先生とかがいつもいらっしゃるでしょう。ええ、あの方たちはどういうあれご関係ですか。私あの、うん、藤間様の、うん、藤間舞踊でね、うん、はい、舞踊で、はいはい、藤間の枝でね、うん、あの枝板で先生に失礼するんですよ、自分で立ち上げられて、うん、四水流というね、うん、あの師匠の下で私、うん、舞踊を習ってますけどね、うん、でその先ほど見ね、写真で見せた、うん、あのそういうあれが舞踊の姿なんですが、うん、本来はね、うん、男踊りでずっと頑張っておりますけどね、うん、たまたまあの女方のね、うん、ちょっとあの写真を持ってきましたけどね、うんうん、今もちょっとコロナでやっぱり舞踊の方も影響してるんですよ、うん、私も、うん、舞台がなくて指導さんに舞踊習いたいですわ、あの振り付け、あの歌の時にちょっとした振り付け教えてほしいです。やりますよ、本当、教えてほしいね、あのこの前ね、小谷さんのね歌の時にバックで踊られたでしょう、私見とれてたのその時めっちゃ良かったし、うんうん、あの私やって北の桟橋の時のね、感想の時の振り付けとかちょっと教えてほしい。あ、やりましょう、やりましょう、教えてね、もう今日テレビ拝見したらね、うん、もうほとんどね別にケイさんのスタイルになってましたけどね。いやいや、おかしいと思う、やっぱりちょっとおかしいやろ。わかりました、直してね、ちょっと教えてほしい。わかりました、どこど、うん、お願いします、緊急にお願いします。はい、わかりました、よろしくお願いします、よろしくお願いします。よかったよかった笠もね、うん、うんうん、そうやね、うん、あのまたね、あのジャズさんのねスタジオで私もテレビさせてもらうんですよ、今度、あのブラック館テレビって言って有料なんですけど、その時にするから、ちょっとそういう時に振り付けもね、あのとかちょっとしたらいいなと思ってね。そうですね、あの動かないけども一人でするんですけど、やりましょう、やりましょう、ね、お願いします。私ね、うん、まあ、あのこんな私ですけど、うんうん、お手伝いなんで、いや嬉しいです、嬉しいです、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、嬉しいです。踊りの先生もやられてますからね。あ、そうなんや。まあね、おうおう、まあ、歌とね、踊り歌がちょっとね、あれですけど、でも絶対必要、あの歌ってる時の所作がすごく綺麗でしょ。だからね、さっちゃん、そう思うですよ。思います。思います。で、あき、あの置物の着ててもいいでしょ。様になってるでしょ。ね。そうですかね。うん、やっぱり。あ、本当にやっぱりそうだと思いますここだけじゃ見られないんですか。着物ね、着物でもね、うん、普通やったら、うん、前で言って回しません、うんうん、手が長いから、うん、ここで後ろで結んで、できます、器用にやられるんですよね。いや、あれが羨ましい。そうですよ、いや、だいたい前でこうして前で結んで後ろで回すんで、うんうんうん、あのそれは慣れですよ、慣れ、慣れ、慣れ、ないつも素敵な着こなしでしょ。ザザでも磨かってもこれに平方でも素敵だったでしょ、うん、なんかやっぱすごい。その明後日のテレビね、着物着ますので、はい、3人とも、もう一人ね、ラコさんがいて、あ、ラコさん、はいはいはい、ラコさんと3人出ますんでね、はい、3人とも着物なんですよ。私も、ね、ま、そういや残念だったです。私も実はよろしくお願いします。また声かけてください。よろしくお願いいたします。でも着物、うん、私も、あ、そういえば失敗談とかあるでしょう、教えてください。失敗談、うん、ねえさっちゃん失敗談、うん、失敗談ってなんと、うん、何が失敗やろうね、うん、常に失敗ですよ、この本当にね、うんうん、そそかしいんですよ私ね、はいはい、まあそれ置いといて誰でもね、うん、あることと思いますけどね、うんうん、私は声を大事に しなきゃいけないでしょ。あ、それもちろんです、はい、ね、はい、あの、はい、3年前かな、はい、奈良健康ランドでね、はい、あの出演なさった皆様の、はい、あの舞台がね、はい、集まってね、はい、するショーがあるんですよ、はい、あの100年会館の、はいはい、奈良のね、はいはい、その時私初めてで、はい、声が風で出なかったんです、はい、もう悔しくてね、うん、せっかくいい音響で、うん、いい舞台で、うん、そういう時発揮できないのがね、うん、まあ失敗談というよりも、うん、悔しい気持ちですよね、うんうん、本来ならどんな風に吹いてもね、うん、
でも出るんですよ、薬の芽はね、はい、もう一言も出なかった。それはもうすごいひどい風だったの。もう風、風が、風、風、うん、だからもう声がね、なくなるぐらいの風でしたよね、でもね、やっぱりね、芸は身を助けるよね、はい、あ、踊りで、踊りで踊りでやったんですよ。そう思った、私も、まあ、踊り踊らせていただきましてね、まあね、踊りはね、声はいらないですから、その時ね、踊り一曲でもね、ファンの方に見ていただいてね、あ、よかったなと思ってます。まあ、さすがにね、また失敗であるんですよ、まだまだ、宮古ホテルでね、あの宮川左近賞の、赤月照夫さん、2015年にね、亡くなられましたけど、赤月照夫さんの楽屋に私ちょこんと座ってたんです、私の楽屋と間違って、あちらも着物でしょ僕も着物でじっと座ったんで楽屋だね、あの三味線弾かれてねなんでこんなお上手かしらって言わはるか、ね、先生なんですけど、それをね、また縁はいなものでね、それをきっかけにね、また仲良くなりまして、あのお店やられておりましてね、あの飲みに行ってね、あの笑い話になりましたけど、先生も本当に亡くなられてね、あの不安でしたから残念でございます。ね、小谷さんはあまり失敗はございません。失敗か、失敗だらけです、はい、まず言葉がね、もつれる時あるんですよね。あら、これが失敗なんですよね。あ、なるほど。あ、もつれるよりも、彼ね、まあここで明かしますけどね、これ言わんでいいです。言わんでいいね、聞きたい聞きたい、とにかくもつれるんですよね。あ、なるほど。だから発音の練習で、あえいうえおあおとかね、かけきくけこかことか、させしすせそさそ、このね練習やってるんですよ。ああ、でも素晴らしいです。ちょっと甘しなるの違うから。素晴らしいです。でもね、詩に聞いてる歌になるとね、全然ね。歌の時はそんな感じないですよ。トークの時はね、ちょっともつれるのは、それはね、関西弁はもつれるの。ジャジャさんの方が日本語上手です。ジャジャさんは素晴らしいですよ。近代ですからね、素晴らしいです。関西でも関西弁がねなくてね、標準語に近いようなね、はっきりとした僕らより発音がいいから、喋る時はね、いつもね関西大阪弁で喋る、こちら喋ったらね関東弁になってる。あらあら、いやいや発音おかしい。あ、そう、上から関西弁って横一列でしょ、何言うてんの、アホちゃうか、アホちゃうかとかね、上から行くわけ、それ違うでーって言う。ちゃんと大阪弁で言うてるつもりがね、関東弁。そんなどうでもいいやん、もったいない時間。もったいない時間。あ、そうですか。あの、でも、お二人のね、今後の方針とか聞かせて。そうですね、まあそれはね、もう何回も言うようですけど、まあ歌はね、しっかりしっかり歌ってね、皆様に伝えていきたいという気持ちありまして、とにかくあのキャンペーン、キャンペーンしていきたいです。あのできる時はね、本当にね甘えてたんですね、いつでもできるわという感じでね、これからね、これコロナ終わりましたら、終わりましたら、もう一件でも多くね、キャンペーンをして、そうですね、私たちの歌をね、キャンペーン呼んでほしいですね。一緒にやりましょう、やりましょう、やりましょうね、一緒に呼んでください。ね、頑張りますんで、皆さんよろしくお願いします。そうですね、私にしたってもうキャンペーン以外何もないです。はい、これコロナ終わったらもうキャンペーンだけです。もうこれ舞台も少ないというのはね、この前キャンペーン行ったんですよ、行ったよりもね、ちょっと遊びに来ないことで、それがキャンペーンという形になったんですけどね、やっぱり行けばね、 CD も買ってください、すぐ歌ってくださる。で、あのまた次の遊びに行くでしょ、やっぱり歌ってくださってるんですよ。そうそう、あの時間に触れるっていうことがすごく、やっぱりキャンペーン行かなきゃいけないな、あえてね、キャンペーンからキャンペーンの間短かったのに CD 買っていただいてね、もうすぐもう俺はお前話さない、歌ってくれてるんですよ。ありがたかったです。それは素晴らしいです。だからキャンペーンね、こんな時にね、今更気づいたんか言われたらね、恥ずかしいですけど、これから頑張りますので、皆さんまた声かけてください。よろしくお願いします。本当だわ。
あの矢沢さん、すごく皆さんから評判がいいですね。言葉が綺麗って。矢沢さんの声は感もいいですよ。今日はマスクされてるけど、すごい。今日はどうしたみんな。今日はなんか本だなんかも。いいことあるか。いいとかあるか。ありがとうございます。才能がね、まあ、才能のあふれた人ですね。絵本も描かれる。本当にね、なかなかね、才能あふれきってもて、どこまで行くんでしょう。ありがとうございます。でもみんなのおかげなんですよ。まあいろんなね、ちょっと難しいところとかね、壁ぶつかった時とか、みんなのなんか支えとか、もう励ましの言葉でね、いろいろ乗り越えていたり。でも全ては経験ですね。いろんないい経験してきたから、その経験をみんなと分け合ってね、与えてあげたらいいなと。でも僕らは無駄の時間がいっぱいあるんだけど、ジャサさんに限って、すごいな、有意義に過ごしてはるな思ってね。そうですか、ありがとうございます。すごいですよね。そのうち倒られるんじゃないかと心配する時あるわ。いっぱいお仕事、いや本当にハードでしょ、聞いてたら医者もなさって全部なんかいろいろ。でも全てはね、バランス、いいバランス取ったらいいと思うね。どんなことであるとも、まあ平日の仕事もあるし、週末の仕事、仕事という感覚でやってないんですよね。仕事と、あ、これは仕事やってますと言われると嫌なことにすごくダウンになるんだよね。わかります、わかります。だからもう歌もね、まあ、仕事ですけど、やっぱりね、楽しんでやってた。そうだね、そうそうそう。この前ちょっとお聞きしたでしょ、さっきあのジャザさんがホリデーの時に書かれた絵がもう売れちゃったんですって。はいはい。ね、おめでとうございます。すごい。私もあのスマホで見てね、素敵やなと思ってたらもうすでに売れたということで。まだ買ってください。また買いますんで。先物買いで今のうちに買っとこうか、買っといたらいい。ありがとうございます。英語もな教えてはるし、そうです、この日本語も教えてください。よろしくお願いします。今の最高や。日本語教えて、ありがとうございます。素晴らしいですね。そう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 。さあ、私たちの話しましょう。何を、はい、あの、頑張ることよ、頑張ること。キエさんの歌は今日は、あ、私はもう今日はね、あの、シロさんとコウジロさんの歌を聴きたいから、もう、もう、あったんじゃない。やっぱりキエさんの歌が最後違います。いやいや、私は歌、今日は入れてないですよ。そうなんですか。聴きたかったんですね。でもイベントがありますよ。イベントがありますね。これちょっとお話してもいいかな。うん、大丈夫。BKTV ね。あ、BKTV、BKTV。じゃあチラシを設定してね。そうですね。話していい。今度ね、私、あの、小芝陽子さんと二人で BK テレビ、TV をするんですけども、午後3時から4時10分まで、これはあの有料なんですけども、1300円。ぜひ、もう皆さん聞いてくださいね。2人ちょっと今頑張っています、練習してます。2人で一生懸命、ぜひよろしくお願いいたします。これ、興味深いね、お話ですね。こんなね、コロナ禍でいいでしょ、ライブで、ライブ、そうなんですよ。生ライブなんで、その時しか見れないんですよ。僕もやりたいな、これ。ぜひぜひぜひやってください。ぜひぜひね。これは生配信ですね。9月19日で、どういう形でしますと、携帯、スマートフォンね、でタブレットとかパソコンで、もし携帯テレビにつなぐことができたら、テレビでも見ることができるんですね。で15日、15時、要するに3時から4時10分まで、それを生配信でやるんですね。これチケットピアで購入するんですね。そうですね。3箇所、もう一つ裏面にはどういうふうに購入するかとか、視聴方法が書かれてあるので、3箇所で購入することができますね。チケットピアと、BKTV のライブのサイトの中で、サイト内で、そしてライブポケットというところもありますね。もし例えばチケットピアですでに登録されている方だったら、そっちでチケット検索して購入することができるんですけども、もし
BKTV サイト内でチケット購入する場合はもうクレジットカードとかもういろいろあのペイペイとか使えるんですけども、そしてチケット買ってであのサイト内で見ることができるんですね。でチケット購入してからリンクが送られてくるんですね、視聴するリンク、それをクリックしてで送られてきたパスワード入れてそのまま見ることができますね。そうですからそんなに難しくはないですね。ですからもしあのここに書いてあるの書いてあるようにあのパソコンで購入する場合はこの URL 書いてある URL にアクセスしてチケット購入すると、でもしチラシがあったらもう BK あのそのQR コードを読み取って携帯でも購入することができますね。それ購入したらもう見れるのはすごく簡単なので、ぜひみんなトライしてみてください。挑戦してみてね。そう、はい、もうこれから、ま、私もなんか光が見えてきました。いや、そうでしょ、ね、うん、そうでしょ、ね、うん、そうだよね。今コロナ禍ね、コロナ禍の中で、こういうのはもうこれから流行っていくと思うので、そう、はい、そう思います。はい。まあ、ぜひ、ま、皆さんご覧くださいね。はい、ぜひよろしくください。私も見させていただきます。はい、あ、嬉しいです。ね、ぜひね、はい、嬉しいです。今頑張って練習のお稽古しております。うん、あの今チラシが画面に出てるので、うんうん、左はもうあの表のライブの情報、で、はい、で右の方はあの購入する方法とか、はい、あのもし読んでいただいたらすぐ分かるので、はい、うん、ぜひみんなチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。うん、あのスマホね、持っておられる方、ね、一回チャレンジしてみたらいいと思うね。やりますね。やりますね。そう、あのケイさんと、うん、あのヨコさんがやってるのをみんな見ていただいたら、うん、すぐ分かると思うの、うん、方法、うん、まあ、こういう品質とか、うん、こういう声の品質とか、うん、音とビジュアルがすごくいいので、うん、あの、うん、解像度高い解像度で配信してるから、うん、で声もあの音もすごくいいの で、うん、でそれを、うん、コロナがなくなってもこの方式はもう多分続けていくと思います、うん、あの本当にお家でね気軽でね、うん、聞けるからすごくあのお洋服ピシッとしていかなくてもいいし、メソメットでもお家でも聞けるからすごくいいですね。これはいいですよ、うん、例えば場所が遠いとか、すぐもうテレビつないで見れることができるし、うん、そうそうそう、でもすごいですね、K さんはこういうね、うん、新しいチャレンジをね、うん、いつもすごいチャレンジしますね。それでしょ、シロさんも小次郎さんも ぜひなさって ね、本当に、ね、あの、うん、いいと思います。で、あのやっぱりコロナ禍で私たちが活動する場所がもう本当にないでしょう。こういう時皆さんにね、あの聞いていただくいうのもすごくいいでしょう、ね、うん、まあ、あんまり活動がなかったからね、これまた失敗談になりますけど、はいはい、私1ヶ月ハワイ行ってたんですよ、仕事がないもんで、はい、1ヶ月もとおっしゃるでしょ。あなたものすごく裕福ですね、1ヶ月裕福じゃないんですなんでハワイ行きね、行き、いやそれはね、まあいろいろ検査もありましたけど、あ、はい、まあそれはこの年ですからね、はい、娘の一人でもおりません。あ、今日娘の誕生日なんです。あ、今日ですか。8月27日、向こうで言われて27日、あ、そうか、実際でね、ハワイで27日ね、はいはいはい、うん、でそれで、うん、この前行った時ね、はい、こう赤ちゃんのね、こう写真撮ってこうしてたらね、うん、ちょうどあのほら、高谷さんのとこ、三沢さんのとこに、ね、うんうん、当たっちゃって、ポーンとその写真が送られたんです。あら、かわいいねって送ってきたんですよ、赤ちゃんがね、ポーンと作った縁な、縁なってね、高谷さんとね、はいはいはい、であの電話、あのメール来ましたもんでね、うん、はい、また高谷さん七夕にね CD 出されるということでね、うん、な2枚あ買わしていただきますってなんかね夜中に送ったみたいで ね、でもあのそれも縁でね、あ、そうですね、はい、そういう話もありましたけど、あ、そうですか、そうですか、はい、でもいい縁でよかったですね。そうですね、うんうん、みんなつながってますね。そうです、そうです、みんなつながって、本当に、あの、ね、みんなつながってますね、はい、ありがとうございました、はい、あ、そうですか、そういうことですけどね、終わりですか終わりです、ね、素晴らしいですね、うん、何だったっけ、いろいろあの言いたいことありましたらおっしゃって、時間はいいんですか、うん、あのまだ大丈夫、あそこで岸田さん時計があるでしょ、ありましたね、3分まであります
じゃあ、さんなんか送ったんですか？終わりました？歌詞になったきっかけとか言って。あ、それは先ほどやりましたね。こっちはプーチで止まってた。じゃあ、歌詞になったきっかけね。だから、ボタンちゃんの歌詞になったきっかけは、まあ、ボデイさん。4年前。ああ、4年前ね。ボデイヒロシさん。ボデイヒロシさん。いらっしゃるんですけどね。その方のディナーショーで、2人。一緒の楽屋でね、うん、それはこの前言いましたよ、この番組で。いや、また聞いてない人もあるから、また教えてください。お会いしまして、はい、たまたま楽屋で横にいらっしゃったんです、はい、うん、それが縁で、うん、こういう方、やっぱり今話したでしょ、うんうん、縁というものはね、本当に一生続く縁もありますよね、うん、ねえ、もうだからもう大事に大事にね、ファンの方、うん、もう本当に応援してくださる方、うん、もうこう握手した時から縁になることがございますんでね、うん、もう大事にしていきたいと思いますわ。そうですね。たまたま一緒にね、ゲストで出て、ごめんね、また話それと思った。そうそうそう。呼ばれて、そう。でそこで楽屋一緒になって、また飲みに行きましょうかいうことになって。その時初対面でしょ、二人もちろんね。飲みに行きましょうかいう、食事しましょうかってやったからね。で招待してくれはったんです。まずいとこして。まずかったんです。まずかったんです。その後は。あれ、女名前なんで岡誰でした？あ、その後よかったね、岡みどり先輩。その若い方の岡みどりさんじゃなくて、岡みどりさんってあの今聞くでしょ、あの方じゃないですか？本当に同姓同名の歌手がいてる。同姓同名の方ですか？はいはいはい。結構もう、じゃあもうそちらの方がもう大先輩ですからね。はいはいはい。その方のお店行きまして、また縁でね、今度は道頓堀の上で歌ってって、橋の上で、ああいう橋のとこ、夏祭り、ああそこでね、はいはい、2人まだ出てね、やっぱりどこでも行くべきですよね。あ、そうですか。なんかお二人がね、すごくあの仲がいいから、私も本当羨ましいです。ご一緒に入ってください。よろしくお願いいたします。今ご一緒になってんのと一緒ですね。そうですね、よく3人でね、あのね、ブラが多いです。ゆきのぞみさんのところも一緒です。そうですね、はい、そうですね。でも野外で歌うといいですね、気持ちいいですね。そうそうです、それも絶対いいです。どうとも言うてね、その時ね、大雨降ってたんです。あらあら、大雨、雨男ですか。ジャジャモリ、ジャジャモリで、ちょうど出る時だけが雨やっと止まってね。あらあら、はい、楽屋からずっと雨の中歩いていたらね、通じた頃ね、草履がパカ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 、草履の裏がね取れてしまって雨で。はいはい。ね、安い道具ですよね。あ、その時幸子さんもご一緒ですか。はい、あ、いや、いつも一緒ですか。あ、そうですか。大体、そうなんや。あの、こういう歌とかね、そういうの興味あるうちからいいですよ。そうです。興味がなくてね、一人も別行動してたら大変ですからね。そうそうそう、絶対いいと思う、私。あの、健康にもいいでしょ、声出すこと、健康に、お腹からね、だからすごくいいと思う。メロディーレコーズだよね。あ、そうです。ご一緒ですか？メロディーです。僕はハルデでしょ、アスカでしょ、アスカ、高谷さんもメロディでしょ、はいはい、で杉浦さんもメロディでしょ。メロディ多いですね、関西の方はね。あの、すごくね、メロディメロディに入れてもたけどね。あ、メロディさんですごく面倒見がいいんですよ、実は。面倒見がいいの。あの、メロディさんの担当の方は、私は高橋さん。高橋さんの方、あの、2ヶ月前、はい、柏原ロイヤルでお茶飲みました、杉浦さんと3人でね。ああ、そうなんや。はいはい、ものすごくあの面倒見がいいんですよ。優しかったね。なかなか、なかなかあんないい人いないんです。そのご縁でまた新曲なさったんでしょ。そうです、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 そうです。杉浦さんにもね、お仕事たくさんいただきましてね。あ、そうですか。あれからね。あ、そうなんや。まだ聞いてないです、福山の話とか。聞きました。でも言っていいかどうかが分か、あのね、分からないけど、いいかな、決まってるもんね、もう大体。なんか福山よね、福山の新しいお芝居小屋で、そうそうそう、なんか中日を一日もらって、歌謡ショー、なんか2人呼ばれてるんですよ。だからね、こそっとしてるやつもあるんですよ。小谷ちゃん内緒で、すいません。いやいや、どうぞ。こそっとじゃないけど、それ正式にね、決まった話。そうですね。まだあのまだね、あのチラシとかがねできてないからね、公にできるかどうか。決まってから言えばいいんだけど、もう言ってしまった。ああ、でもあると思いますから大丈夫と思います。ね。あの、それから、あ、小谷ちゃんはあれやけど、今度紅白ご一緒ですね、また。
あ、紅白、あ、でも NHK ちゃいますよ。京都テレビのね、京都テレビの紅白、またご一緒しますので、ね、よろしくお願いいたします。でここもあのあカメラのここ見てる。あ、ね、あそこです、うんね、はい、あの今度はね、昨年はね、あの草部シロさん男性白組のキャプテンだったんですけど、キャプテンで ね、あの勝ちました。だから勝ったから今年は白組下ろされました、キャプテンを。そんなんじゃないんですよ。赤組がキャプテンやらせていただいて、はい、まあ、大役でしたけど、あ、そうでしたね、あの大変でした ね、本当に気を使われて、たまたまあのね、うん、白組のキャプテンの時に、うん、あの優勝させていただきましたけど、そうです、うん、あ、それもね、あのファンの皆様のね、うん、この手の数ですかね、うん、それで決まりますからね、うん、まだ来年、今年、まあ、白組応援にね、男性の方も女性の方もたくさんいらしてください。ね、出る方は帽子やってるんで、いや、それはもう締め切ったからね。あの一般の、その、そう言えば漠然としちゃうから、一般の方もね、あのテレビに映らないと思うんですけどね、あの大舞台でね、歌えるチャンスがあるってことをね、募集しておられましたけど、またよかったらね、声かけてみてください。そうですね、あの大きなね、ケビンスホールでね、歌われるって気持ちいいですよ。素敵な舞台ですよね、大きないい舞台ですよ。だから、さっちゃんも出たもんね。はい、出ました。歌わさせていただきました。今年も出る予定ですか？今年も出たいなと思って。いや、出たらいいですね。絶対出たらいい。舞台でね、あの歌って、さっちゃん、もう気持ちよかった言うてるんですよ。あ、本当。あの、テレビも出られますよ、一般の人。ちょっと。いや、もうテレビ、ね、テレビ行ったらテレビが壊れますからね。そうなんですよ。壊れんの。まあ、テレビはね。でも、出た方がいいよね。さちこさん、いろんな経験されてね、あの、本当に経験って大事やから、これからどんどん積まれたらいいと思います。そうですね。そうやね。今日は本当にね、あのいろいろ楽しい、またまたね、あのいろんなお話聞きたいから、またまたいらしてくださいね。ね、もちろんよ、ね、ありがとうございます。ジャジャさんね、またね、よろしくお願いします。そうですね、ありがたいと思います。みんなわきあいあいで、楽しく楽しく歩んでいきましょう。そうです、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に今日は本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。バイ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 、グッバイ。はい、さっちゃんもございました。あ、手振りました。ありがとうございます。